一方、北九州市でにぎわいを見せていたのは、小倉北区の勝山公園などで行われている北九州グランマーケットです。海外で買い付けたおしゃれなアンティーク家具や手作り雑貨などを扱う200店舗以上が全国から集結。これまでは九州最大級の屋外マーケットイベントとして門司港で実施されていましたが、今回初めて勝山公園がメイン会場となりました。広場では子どもたちが参加できる手作り雑貨のワークショップも開催され、大勢の親子連れが穏やかなひとときを楽しんでいました。近場の近所の公園とかで遊んだりとかでなので今日はね、出かけれたので良かったです。九州グランマーケットは今月7日まで行われていて、午前11時から午後4時までの開催となっています。